皆さん、起きてください。アマテラス社保安部捜査課長セス・バローズです。遅いですよ。起きてください。アマテラス社保安部捜査課長セス・バローズです。早く起きなさい。皆さん、我が保安部の偉大さを理解できない間抜けがこの町にまだ存在しているようですね。そういう輩の掃除は大方済んだはずでしたが、最近よそ者が入ってきたという話もありますし、邪魔をしているのは何者なのか目撃者から情報を聞き出しなさい。もしかしたらまだ近くにいる可能性もあります。不審者はすぐに捕まえるように。それと現場の死体はもう片付けたのですか？まだなら急ぎなさい。この町では雨の影響で死体が腐りやすい。早くしないと腐りますよ。さっさと事件を片付けるためにも捕まえた釘男に処分を下した方が良さそうですね。いっそ公開処刑という点。どうしよう、処刑って言ってた。このままだと。セスって人、真実なんてどうでもいいから一刻も早く事件を収束させようとしていた。この町ではいつもこうやって彼らの言うことが真実になっていくのか。お願いします、父さんを、父さんを助けてください。君のお父さんを救うには真犯人を捕まえるしかない。やってみるよ、僕に任せて。本当ですか？ありがとうございます。でもその前に早くこの場所から離れないと、あいつらに見つかる前に。それならこっちに抜け道があります。ここを抜けていくと通りに出られます。僕が一緒にいると目立つかもしれないから、僕は別の方向へ行きますね。一人で大丈夫？はい、遊び慣れた場所ですから。あの、父さんのことよろしくお願いします。うん、待ってて、きっと君にいい知らせを持っていくから。お願い。うん。俺様ちゃん、きっと
あんな簡単に任せてなんて言っちゃっていいの？自信なんかないよ。でも助けを求める声を無視することはできない。誰もその声に耳を傾けようとしないなら僕がやるしかないじゃないか。ヒュー、偉そうなこと言っちゃって、ご主人様のくせに。でもどうやって真犯人を見つけるつもり？時計塔の周りは保安部だらけでもう調査できないよ。ちなみにまだ謎迷宮が使えないからね。手がかりが少なすぎるもん。この状況で迷宮に突っ込んだら永遠に迷子だよ。もっと買い鍵を集めてからでないと。そもそももう謎迷宮なんか行きたいと思ってないよ。だったらどんな手で事件を解決するつもり？一つだけ方法はあるけど。さてはあの人に頼るんだね。困るとすぐに誰かに頼るのがご主人様だもんね。喫茶店にいるって言ってたっけ？あの人を頼ると500万支援要求されるんでしょ？ご主人様、そんなお金あるの？それとも借金するつもり？